3月21日、松山市堀之内の城山公園で秋山実行祭たこ揚げイベントが行われました。このイベントは小説坂の上の雲の主人公の一人である秋山実行の誕生日にちなんで坂の上の雲ミュージアムが毎年開催しています。この日はおよそ30人の親子が伊香崎たこ博物館でたこ作りを教えるたこ名人鈴木健二さんの指導のもと自分たちで色を塗ったたこをあげました。小説の坂の上の雲の主人公であります秋山実行さんの、誕生日を、忍びましてですね、秋山実行さんが小さい頃に秋山のタコといって、絵付けが得意だったということにちなみまして、タコを作ってあげるというイベントを行っております。小説の坂の上の雲の主人公の一人の秋山実行さんですね、忍んでいただけたらっていうのとですね、あとは子どもたちになかなか最近タコを作ってあげるっていう機会も場所もなかなかちょっと難しい、なかなか機会を設けることが難しいと思いますので、そのタコ揚げの、そうですね、タコ作りタコ揚げの楽しさとかですね、またあと揚がった時の嬉しさなんかを知っていただけたらなと思います。今は子どもさんと親とが非常にこう話し合いができないような状況になってるんで、それが今タコ作ることによって、私が教えててもね、お父さんお母さんの方が一生懸命になられる、そして子どもさんも一緒にやられるっていう、そういうコミュニケーションを取る場としては非常にいいんじゃないかと思ってます。どうしましょう。はじめはできなかったけど、さっきやったら上手にできたから嬉しかったです。高く上がって気持ちよかったです。手作りのタコを飛ばすのは初めてだったんで、楽しく子供と一緒に飛ばすことができました。あげることができました。タコに描かれる絵が秋山のタコとして子どもたちの評判になった秋山実行。秋山実行の誕生日をお祝いするかのように高くタコが舞っていました。